秋田県立スケート場は、秋田県秋田市の向浜スポーツゾーンにある屋内、アイススケートリンクである。アイススケートリンクとしては10月中旬から翌年3月下旬まで、開場されており、オフシーズンは、催事場として利用されている。秋田県総合公社が、指定管理者として、管理運営を行っている。設置及び運営の根拠条例は、秋田県立スケート場条例。 秋田県では1910年、当時の知事、森正隆が県内諸島中東教育の体育にアイススケートを取り入れたことから、スポーツとしてのスケートが認知され始めた。以降、昭和時代半ばまでは、八郎型や千秋公園などにできた天然リンクが使用されてきたが、自然環境の変化によりこれらは使用不可となり、その後民間リンクが設立されたが、 それも閉鎖となった。そこで秋田県は1971年、夏季はアイスホッケー場を水泳プールに転用できる屋内複合施設として秋田県立スケート場を開設した。開設から四半世紀以上夏季は水泳プールとして使用されてきたが2000年9月6日をもってプール用途は廃止され2001年1月1日より 共用開始された秋田県立総合プールに引き継がれた。衛生図場内に更衣室、医務室、食堂があるほか、千箱のコインロッカー4000足の各種サイズ貸しスケート靴が整備されており、有料で使用可能である。一般利用のほか団体での貸し切り使用も可能であり、また各種スケート教室やスケートイベントも開催されている。ありがとうございます。